早稲田大学剣道部男子賞の秋山健太です。副主将の中島由紀です。今までの総決戦は1勝1敗1分けです。引退試合になるので試合に出るのは20名なんですけど、この部員全員で戦って必ず勝利をもぎ取りたいと思います。早稲田の応援をよろしくお願いします。せーの、頑張ります。慶應義塾大学体育会剣道部主将の伊藤健吾と申します。副主将の黒川大輝と申します。今年の総決戦は抜き戦ということで、総力戦でチーム一丸となって戦いたいと思います。一人一人が泥臭く最後まで集中して勝ち抜きたいと思います。絶対勝ちます。応援よろしくお願いします。